はい、どうもこんにちは。今日は以前作った蜂の巣の標本を使ってこのケースにジオラマを作っていこうと思います。じゃあ早速やっていくんですけど、多分長くなると思うんで早送りでどうぞ。
はい、ということでいかがだったでしょうか。やっとできました。ここまで長かったです。結構ピッチピチになりました。ここ当たってるやつも何匹かいます。ですがなんとかできたんでいいんじゃないでしょうか。下と上、働き蜂シリアなどが働いてる様子、巣の感じが標本で再現できたんではないでしょうか。すごく大変でした。頑張ったと思います。はい、こんな感じですね。はい、ということで今回の動画はここまでです。ありがとうございました。疲れました。バイバイ。